菅原美優選手のインタビューを始めさせていただきます。まずは試合を終えてのご感想をお願いします。たくさんの応援ありがとうございました。すごい強い選手とできてすごい経験になりました。もっと3ラウンドみたいな動きを最初からもっと早くできてたらまた結果も変わったかなって、もっと頑張れる部分はたくさんあったなってすごい反省してるので、この負けを無駄にしないようにしっかり頑張ります。はい、本日の対戦相手はいかがでしたか？やっぱり もっと来ると思ってたんですけど、あんま来なくてうまい距離でやられちゃったなって思ったのと、まあ、もっと自分が手足出せば届く距離だったのにカウンター怖くてなかなか出せなくて、その距離を見切るのにすごい時間かかっちゃって、もっと勝負できたなって思います。はい、ありがとうございます。それでは記者の皆様でご質問のある方いらっしゃいますか？試合前に感じていたその恐怖というか怖さを払拭できなかったっていう感じですか？いや、そんなことないですね。試合前はもう吹っ切れたつもりでいたので、もっとやっぱ行けるとき行けなかったというか自分が悪いです。他にご質問のある方いらっしゃいますか？今涙を流されているのはその負けたことが一番悔しいです、それとも自分が思うようにできなかったことが悔しいですか？負けたのもすごい悔しいですし、なんかもっとなんか勝てなくなかったなと思って、そう考えると悔しくてまたリベンジします。押して、はい、他にご質問ありますか？よろしいでしょうか？それではカメラに向かってファンの皆様にメッセージをお願いいたします。たくさんの応援ありがとうございました。もっともっと強くなってもっと強い姿を見せられるように一生懸命頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上で菅原美優選手のインタビューを終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。